彼女がその名を知らない鳥たちは、沼玉ホカルのミステリー小説。2006年10月1日に、幻討者より観光された。2017年に映画化された。とは子は、言い知れぬ欲求不満を抱えながら、毎日を過ごしていた。同居人である、人知が何の取り柄もないヒで不潔な男であり、わずかばかりの給金すらもらえれば、あとは顔も見たくない存在だからだ。 トワ子はかつて恋仲であった静悍な男、黒崎を思い出しては、短足を漏らすのだった。そんなある日、故障してしまった思い出の腕時計についてトワ子が、クレームをつけたデパート社員、水島が、詫びの品を持って家を訪れる。固くなな態度を崩さないトワ子に、水島は濃厚な接吻を与えその心をとろけさせた。常時を重ねてが家を頻繁に開けるようになった彼女を、 しかりに、姉であるミスズがやってくるが、あくまで陣地は十和子をかばい続け、ミスズに呆れられた。特に、黒崎とよりを戻したかと疑うミスズに、陣地は、それはあり得ないと力を恋に込めた。そして、同じ頃十和子は、刑事の訪問を受け、黒崎が5年も前から失踪していると聞き驚く。真相を知りたくて、黒崎の妻に会いに行く彼女は、 そこで意外な人物と顔を合わせる。国枝というその老人は、とわ子を以前慰み者にした男だった。実力者である国枝の後ろ盾を得るべく、黒崎はとわ子を貢ぎとして捧げ、その結果国枝の命を花嫁に迎えた。そんな過去の記憶がとわ子の胸に蘇った。思い出したことはそれだけではない。黒崎と別れた彼女が帰宅すると、 人知が会社で殴られたと言って、地に汚れた衣服を洗っていたのだ。何か謎がある。戸惑う十和子は一方で、水島の態度のよそよそしさに気づく。彼もまた、十和子との関係を遊びとしか思っていなかったのだ。そんな、裏事情を美行によって得ていた陣地、人知は十和子に、また偉いことになるで、と水島と手を切るように訴える。だが、十和子は、 人知の言動に反発し、何かに疲れたかのように水島に会いに出かけるのだった。2017年10月28日公開の日本映画、R15 指定作品、青祐と安倍沙田尾のダブル主演。ありがとうございます。